ものすごいに参りました。ありがとうございます。路地日本橋の国分の貫妻です。一番人気の牡蠣をはじめいろいろお持ちいたしましたんで、どうぞ。はい、ありがとうございます。今回は日本橋人形町天崎横丁の真ん中あたりに位置する新川屋佐々木酒店につなぎに来ました。創業は大正4年。歴史を感じる店内には日本酒、焼酎、ワイン、ビール、おつまみなどなどいろいろとラインナップ。また店の並びにある交差点の角の居酒屋ササシンも佐々木酒店が営む人気のお店。今回は佐々木酒店とササシンの間に挟まれている倉庫にお邪魔してお話を伺いました。はじめまして、山本の井店の山本でございます。はじめまして、佐々木酒店佐々木です。早速いろいろお伺いしたいんですけど、はい、まあ、お店とあの飲食のお店は存じ上げていたんですけど、ここは一体何なんですかね。はい、まあ、今はあの倉庫だったりとか、はい、ちょっとしたイベントするときに使ってるんですけど、まあ、あの元々はあの雀荘ですね。雀荘、はい、麻雀新川っていう、はい、まさか雀荘やってました。佐々木酒店ということでよろしかったでしょうか。酒店ではなくて、はい、酒店ですね、はい、その新川屋っていうのはどういう、ちょっと由来がよく分かってないんですよね、まあ、空襲とか震災で焼けてるので資料が何もないんですよね、はいはいはい、それで、まあ、おそらく、まあ、要はあの中国新川の関係で働いてたのかなっていう話ですけど、まあ、詳細は分からない。ジング大事に、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 新川締めっていう、あ、そうですね、はい、一本締めと並ぶぐらいすごい締めがあって、うん、できます。いや、あのちょっとあのよくわかんない、うちがやっちゃうとちょっとよくわかんなくなっちゃうので、あのあんまり関係ないですね。ただまあそうであろうっていうだけの、まあ、想像でしかないですし、あんまりその由来に関して言うと本当によくわからないですね。なんかおつまみとかも結構売ってらっしゃって、はい、それが評判いいみたいな話は。いや、おつまみはそんな売ってないですし、ま、評判も良くないですね。、はい、そう、これは失礼いたします、はい、あんまり評判良くないんですね、はい、おつまみみたいな、はい、お酒のポップは考えて、はい、あ、ポップは自分で割と書いてますね。コップを書く、ポップですね。POP ですね。ポップ、ポップで、はい、今日は完璧なのが、はい、ポップ、ポップ書いてらっしゃる。まあ、はい、書いてます。自分で割と書いてます。ちょっとなんか一個ぐらい見たい、はい、そんなろくなもん書いてないですよ。ろくなもん書いてないというか、あの、はい、書いてるっていうだけです、はい、騙されて買っちゃう人います。騙されてはいないですね。、はい、信用していただいて、信頼、信用で、はい、そもそもここ、まあ、甘酒横丁という名前の通りなんですけど、すね、この通りの由来とかってご説明いただけるんですかね、はい、なんとなくは分かりますけど、あ、ちょっと教えてください。要は大通りがあって、はい、人形町大通りってありますよね、はいはい、で、まあ、角に甘酒屋があったから甘酒屋の横丁っていうだけです。まさかのそれだけ、はい、それだけです。甘酒ももちろん取り扱いは、あ、うちはまあ売ってますけど、もともとその要は角に甘酒屋があって終わり屋さんっていうのがあって、それもうないんですけど、明治ぐらいの話で、要はそこに甘酒屋が目印としてあっただけで、甘酒屋がいっぱいある横丁ではないんですよ。全然違うんですね、はい、それだけで、なんとなく甘酒今はたくさん売ってるイメージありますけど、それも、あ、後乗せですね。え、まあ、要は甘酒横丁って名前があるから、みんなそういうふうに、はい、はい、あるだろうなと思って来るんで、はい、要はコール&レスポンスです。やる、はい、あるだろうなと思ってくるんで、はい、要はコール&レスポンス。あおう、あおう、あおう。なるほど、ありがとうございます、はい、やっぱり健康志向とか、まあ、ブームというか、飲みたいっていう方が多くいらっしゃるんで、それに応えるお店が結構パラパラと増えてきてるかなと思いますね。飲む点滴でしたっけ。飲む点滴って言いますね、はい、そこもうちょっとこう、はい、いただけないですか。いや、まあそうですね、あんまり甘酒についてはあんまりそんな、いや、そうですね、まあいろいろ、まあわかんないですね、あんまりその飲む点滴、まあ点滴に似ては成分が入っているとは言われますけど、ちょっと点滴って飲まないしなとか。
点滴って飲まないしなとか思うと、なんかちょっとあの薬事法にも引っかかる可能性もあるキャッチとか言っちゃうとちょっとまずいんで、まあ、美味しくて体にもいいというかヘルシーみたいな。なんかこの佐々木店長のおすすめのお酒とかってのはやっぱあるんですか？お酒はそうですね、基本的に全部おすすめですねこれそう、もうこれはとか、いや僕実は 今でもいいですよ、これがおすすめなんですとか、今年はこれがおすすめなんですとか。そうですね、まあ季節的には絞りたてとか今で言うと、あのそういうあれはあるんですけど、絞りたて、はい、まあ、お酒絞ってすぐ飲めるっていう、まあ、季節のお酒ですね、はい、まあ、秋になったら冷やおろし9ヶ月程度を熟成させて、ちょっと長熟の味わいというか落ち着いた味わいのお酒っていうのがあるんですけど、個別のブランドでおすすめするっていうことは基本的にはしてなくて、であのどちらかというとお客様がこういうのがいいなとか、そういうイメージ持った時に合わせるっていうのを一応仕事にしてるんですよ。あ、美味しいなと思うお酒がいっぱいあって、はい、それを特段取り立ててこれだっておすすめすることはあんまりしてないんですよね。普段佐々木さんはもう、うん、もうすごいですか？いや、すごくはないですけど多少は。多少は、はい、もう食事の時でも必ず飲む？いや、食事の時逆に飲まないですね、はい、いつ？あ、夜、食事はもう本当に仕事の合間っていうかあれなので、もうパッと食って終わりみたいな感じなんで、夜落ち着いて飲むことですね、はい、いや僕実は、はい、っていうか、はい、あのお酒をほとんど飲まないので、はい、ちょっとそろそろ苦しいんですけど、はい、私みたいにあんまりお酒を飲まない人は、はい、こちらのお店はあんまり顧客対象外ですかね、やっぱり。まあそうでもないですね、あのお菓子とかここでそうでもないって答えられちゃうと、はい、でも僕はテイク2でいいですか、はい、どうするんですか、顧客対象外、顧客対象外ですの方に、やっぱですでやりたがってます佐々木さん、ね、ちでもなんかこうそういう、 もうキャラが今もうできてるんで、あのやっぱり僕みたいにお酒がほとんど飲めない顧客というのは、あの顧客対象外になってしまうんですかね。はい、あそうっすか。あの、ね、でも区長はすごい飲むよ。区長、区長、いや、また区長はいつもどっかに入っ、新橋に活用っていう、はい、あの新橋ブースなんですよ。なんかそういえばボジョレ・ヌーボーの解禁日にはなんかこの辺でなんかイベント、はい、そうですね、はい、解禁するやいないや飲む会っていう、はい、解禁したらすぐ飲むっていう会ですね。解禁したらすぐ飲む会っていうのを、はい、毎年やってますね。それ、はい、なんかいろいろあるじゃないですか、ボジョレ・ヌーボー今年のは、はい、その100年に一度のなんとかやとか、はい、今年は雨季が多かったからなんとかやみたいな、はいはい、例えば、まあ、直近のキャッチとかって覚えてらっしゃいますか？最近のキャッチはどうでしたかね。なんか最近ちょっと言わなくなってきてるんですよ。ツッコミ多すぎてなのか言わないというか、テレビであまり取り上げられないというか、何が理由なのかは、まあ、あとはヌーボー自体がちょっと飽きられてるところもあるのかもしれないですけど、あんまり最近言われないですね。でも佐々木さん当然ですけど、何年がうまいぞみたいな、はい、もう頭にビシッと入って、いや、もう忘れましたね毎年のことなんでいやでもごめんなさい、よくあるじゃないですか、そのワインとかお酒が、まあ、だお好きな方って、はい、いやその年はブドウの出来がどうで、そのすごくよく乾燥したからうまみが詰まっててどうのこうのって、そういうのはもう、飲むと忘れちゃうんですよ飲むと忘れちゃうんですよわかりました、はい、じゃあお酒に詳しい方にちょっとバトンタッチをしたいと思いますので、はい、じゃあまた、はじめまして。はじめまして、国分グループ本社路地日本橋の井上と申します。どうも、佐々木酒店の佐々木です。お願いします。お願いします。私はいつも横の笹新さんに何度かお邪魔させていただきました、はい、でもなかなか入れないんです狭いんです、すいません。いや、狭いより常連さんが多すぎるんです。あ、本当ですか、はい、ちょっとコロナになってからなかなか私もお邪魔はしてないんですけど、コロナ前とかは椅子をそこから持ってきてもらって、うん、間に割り込んで入るような隣のおつまみを食べてしまうようなぐらい近かったですで、缶詰って本当にあの素材と味を厳選して作っておりますので、うん、私はこれに何のお酒が合うのかをちょっと佐々木さんにお伺いしたいんですが、はい、ちょっとあの実際食べてないんで何とも言えないんですけれども、はい、まあ、味の濃いめのタイプっていうのが多いと思うので、はい、まあ、味の濃いタイプのものにはあの濃いお酒を合わせるのがいいかなと思いますね。濃いお酒、まずあのボリュームですね、お酒と
食べ物の濃淡を合わせていく、まあ、軽いお酒を合わせちゃうとお酒が死んじゃいますし、まあ、軽い味わいの何ですかね、おつまみの場合にあまり濃いお酒を合わせちゃうとお酒がかかってしまうっていうことがあるんで、まあ、そのボディ感バランス感をちょっと合わせてあげるのがいいかなと思います。佐々木さんによる缶詰に合うお酒講座、より詳しいお話と日本酒の甘い辛いって何というお話を別の動画でお送りしたいと思います。日本酒聞き歩きイベント、ずいぶん前からやってらっしゃると思うんですけど、まずこれミッフィーですか？ではないです。これは何なんでしょう？ウサギですね。あのウサギっていう。あのウサギ、はい、あの、はい、あのウサギですっていう。ちょっと分かりづらいんですけど佐々木酒店が中心となり、毎年春に日本橋全体が盛り上がるイベント、日本酒聞き歩き、なんと7000人以上を動員するほどの人気イベント。中心人物の佐々木さんにイベントを始めたきっかけを尋ねてみたところ、広島県の藤井酒造という酒蔵と人形町の料亭菊屋で試飲イベントを始めたのが始まりということでしたが、実は佐々木さんご自身に関わる意外なことが。で、なんかところで結婚したのかって言われて、で結婚してませんって、酒屋なんて持てませんよって言ったら、まあ試飲会とかやってる蔵とかも見たら、もうみんなあのもモテてるぞみたいな話によくわからないけどなりましてで婚活イベントとして、婚活イベントそのうち貸すからっていうか、はい、まあ、一緒になんかその試飲会みたいなのをやろうみたいな、そういうのを始めて、まあ、そんなモテるわけないんですよ聞いて、はい、それで集客もあんまりできなかったんで、あちょっともう一回やらせてくださいって、で何度かこうやって7回ぐらいやったのかな。それでもう300人以上集まってもう入らなくなったんで、じゃあどうしようって言った時に、大箱どこかないかな、ないんですよね、この辺りに。なんか近くのそういう飲食店さんに協力をお願いすればなんかやってくれるんじゃないのっていう話で、あじゃあちょっとあの聞いてみようっていう話で始めたのが聞き歩きで、最初人形町エリアだけでやって、でまあなんか1000人ぐらい来たらすごいかなとか思ってたら、まあそれ以上に来ちゃって、でも行列が絶えなくて、はい、これどうにか解消しなきゃなと思って、ずっとやってたら店舗も増えて、あのそのエリアも広がってっていう感じになっちゃいました。それで当初の目的は、あんま違う方向から結婚しまして、えまあだからこれ関係ないじゃんあんまり結婚がちなみにいつは、いつだったかな、いつ結婚記念日を忘れてしまった佐々木さん、これはいけません。日本橋ものつなぎプロジェクトは急遽、奥様佐々木志保さんが働く日本橋大伝馬町のダリア食堂に飛んでいきました。ご対応してくれたのは店長のまるちゃん。ご休憩中にお邪魔して本当にすみません。結婚したのは2016年です。大伝馬町にありますダリア食堂は、三角の蓋のお鍋で煮込む多人料理ですとか、あとはクスクスといったあのモロッコ料理がメインの食堂になります。コロナ禍で今お休みしているんですけれども、音楽のライブだったり、あの地域のお祭りだったり、いろんなイベントを開催したりしています。日本橋ものつなぎプロジェクト応援しています。まあ、ちょっとそろそろ最後の方になってくるんですけども、これからまあ日本酒お酒どうやって広めていこうとお考えなんでしょうか？まあ、そうですね、あんまり広めるような身分じゃないんですけども、あのまあなんか広めないですね。だからあの広めないっていうかすいません広めて、まあ、通常のこの業務であるとか、まあ、なんていうんですかね、そのお酒に触れる機会を増やすっていうことはしたいなと思ってますけど、利益度外視ですもん、だから全部イベントを出してみると何ですかね、なるべくお金かけずに、それはもうお酒に変換してお客さんに楽しんでもらった方が、中間マジでよくわかんないとこ行っちゃうと、なんか何のためにやってんだろうってなっちゃうから、なるべくこう切り詰めるとこ切り詰めてお酒に転化して、みんなでこう楽しんでもらってまた来てもらうっていうような。またまあ次回ちょっといつできるかわからないんですけれども、その際はよろしくお願いしますはい、
橋ものつなぎプロジェクト、おつなぎ目新川屋佐々木酒店でした。一見クールな佐々木さんですが、質問するとどんどん言葉が出てきて、いろんなことを教えてくれました。それは日本橋のお店によくある光景。質問してこそ本当の日本橋の魅力がわかるコミュニケーションの街だと改めて実感しました。佐々木酒店、笹新、ダリア、日本橋で生き日本橋で営むご夫婦のお店に足を運び、ぜひ質問してみてはいかがでしょうか。さて、日本橋ものつなぎプロジェクトでは日本橋のお店をどんどんつないでいこうと思います。最新の情報は SNS で発信しています。登場したお店によるプレゼントキャンペーンなんかも実施していますので、フォローの方をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。次はレストランカツラにつなぎます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、腰痛腰痛いや、今日腰ちょっと